はポーランド・ビャウィストック出身の元サッカー選手。ポジションはフォワードであり、元サッカーポーランド代表。母国ポーランドの一部リーグであるエクストラクラサの得点王を4度獲得している。10代でフランスの RC ストラスブールに移籍するも活躍できず、1996年には日本の名古屋グランパスエイトに期限付き移籍するが、ここでもリーグ戦での出場はなく、 リーグカップのみの7試合出場1得点と活躍できなかった。名古屋での登録名はトーマス。フランスのクラブを経て1998年にポーランドのビスワ・クラックフに移籍。ビスワ・クラックフでは加入初年度から29試合21得点と活躍し99年、1年、5年と3度のリーグ得点王に輝く。ポーランド代表にも選出され、 2006年、ワールドカップヨーロッパ予選では14試合に出場、チーム最多タイとなる9得点を挙げ、チームの本大会出場に貢献した。しかし怪我のため、本大会の最終選考から漏れた。2006から07シーズンは、スペイン2部の CD、テネリフェにレンタル移籍した。2008年2月に、MLS のシカゴファイアーに移籍。2008年12月故郷で、 プロデビューをしたヤギーロニアビアウィストクに戻り、2011年には4度目となる得点王に輝いた。ありがとうございます。